こんにちは、みさきです。すみません、こんにちは、渡辺です。はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は前髪のスタイリング方法をやっていきたいと思います。はい、はい、今の時期スタイリングがしづらい時期になってると思うんですけど、うん、ここぞという時にこの前髪のスタイリングをやってもらえるとすごくおしゃれに見えます。はい、なのでこの方法をぜひ試してみてください。期待しましょう皆さん。それでは動画スタート。まず前髪を溶かしていきます。毛先の絡まりがしっかりと溶けるように溶かします。黒目の外側の髪の毛は避けておいて真ん中から巻いていきます。26ミリのコテを使います。このくらいの角度で毛先から根元の方までしっかりと巻きつけていきます。この時に火傷にだけは本当に気をつけてください。外すとこんな感じです。結構きつすぎるくらいがちょうどいいです。サイドの部分は外側に流れるように巻いていきます。反対側も同じように外に流れるように巻いていきます。このように巻けていれば OK です。前髪の一番上の部分を三角形に取り分けます。だいたい3等分に分けます。端の髪の毛を根元の方から顔の方に向かって内巻きに巻いていきます。真ん中の髪の毛を反対方向に根元から巻いていきます。端の髪の毛は根元の方から顔の方に向かって内巻きに巻いていきます。こんな感じで巻けました。ニゼルのスプレーを使っていきます。カールを少し持ち上げて内側からスプレーを振っていきます。サイドの髪の毛も少し持ち上げてスプレーを振っていきます。次に表面の髪の毛を持ち上げて中側にかけていきます。そして最後に表面にもかけていきます。全体をほぐしていきます。最初は手ぐしでほぐしていきます。下の方の髪の毛は少し束が出ると OK です。表面のカールしている部分は少し束を裂きながら整えていきます。束が太いと少しボテッと重く見えてしまうので細めに裂いていきます。ほぐした後に根元を少し持ち上げてスプレーを振ったら完成です。はい、はい、出来上がりました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ポイントはまずベースをしっかりカールつけることです。そうすることによってカールの持ちがだいぶ変わってきます。はい、あと表面を細かく巻いてあげることによってよりルーズに仕上がります。なるほど、はい、あと、やっぱり前髪をコテで巻くってことになると結構やけどが、そうですね、ね、あるので、もう本当やけどよくするよっていう方とかはヘアバンドちょっとかまして、で巻いてあげるといいかなと思います。はい、
ただまあ今のね多分ね来今週かなか来週明けかなに梅雨明けするって言ったんで、その後からは使えるかなとは思うんですけど、梅雨の時期だったら結構ペタンとなってしまうので、まあ夏も汗かいたらちょっと意味がないかもしれないですけど、本当ここぞとばかりにやってもらえるとかなりこうおしゃれ度アップしますし、イケてる前髪になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。